シャーとアムロ、ニュータイプの今と未来を見つめる二人の思いが、モビルスーツを降りてなお激しく交錯する。やめなさいアムロ、やめなさい兄さん、二人が戦うことなんてないのよ。ぶつかり合う互いの剣が相手を捉えた刹那、シャーとアムロはララーの死を見る。今ララーが言った、ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合いの道具にしか使えん。ララーは死にゆく運命だったのだ。ララーの思いに呼応するかのように爆風がシャーとアムロを引き離す。キシリアが戦線離脱することを知ったシャーは、ザビ家への復讐を成就すべくセーラに別れを告げる。発進直前のザンジバルにキシリアを認めたシャアは、ガルマ、私の手向けだ。姉上と仲良く暮らすがいい。シャアか。そしてアムロは、まだ助かる。傷ついたアムロにララーの声が届く。アムロとはいつでも遊べるから。あ、見えるよララ、見えるよみんなが。セーラさん、立って、立ってください。アムロ、アムロなの？あ、でもここはどこだかわからないのよ。え、ここまっすぐ。アムロ、対艦命令を出さないと全滅する。アムロ、そうね、ランチの発進準備をさせるわ。お、聞こえましたか。ああ、アムロだ。ここはもう撤退ですって。そうもな。僕の好きなフラ、次に銃撃が止んだら一気に走り抜けられるよ。アムロなのね。どこにいるの？ランチのところへ行くんだ。いいね。アムロの導きにより少年たちはア・バオア空を脱出。その直後、ホワイトベースは爆炎の中に沈んだ。